お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらねロイヤル大会、まあ、グローバル大会来てますので、こちらねちょっと進めていこうかなと思います。で21-2っていうすごいなんか微妙な数字にね、なっちゃってるんですけど、まあ、ここからねよくある負けるまでやっていければいいかなと思います。でデッキはなんかまあいろいろかな、まあ重鎮オールブレイカーとか、高回転の 2.9 ロイ。これもなんか今結構強くて、昔だとすごいネタだったんですけどね、こういうデッキも。バカ強いロイと、まあロイフグとかラバルとかまあいろいろね、はい。まあなんか変えながらやっていこうかなと思います。で、初手はね、ちょっとロイフグでね、いきまーす。さあよろしく。で、今多分28勝、29勝ぐらいいけると、ランキングねトップ50乗れるので、まあ、一旦ですね、はい、フィニッシュではきついと思うんですけど、まあ、ちょっと一旦乗ることをね、はい、目指しつつかな。さあ今回相手ランバーなので、まあ、バルーンだったり、まあ、ゴーレだったりかなと思います。で迫撃ロイフグ、これねバカ強くて、何が強いって防衛迫撃がね強すぎる。そうなんか突破できないんですね相手が。でデリバリー、まあ、ハンターもあって、この防衛がすごい硬いんで、結構ね、相手の大型系にも強いですね。よいしょ。さあ、ロイフグで攻めていきます。で、まあ、残れは、まあ、迫撃砲とデリバリーと、みたいなので、守っていければいいかなと思います。さあ、で、逆サイドの位置にしっかり迫撃砲置いて、まあ、ライトニング打つなり、打たなかったらゴレ溶けるし、みたいな感じでね、打ってくるかな。まあ、槍ゴブで溶かします。で、ナイトも、うわお、びっくり。これはすごいびっくりですね。これまあデリーはやばい。迫撃砲撃ってほしいな、もう一発。うまい。これ、ちょっとやばい。なんか、やばい。エリババ、エリババ、エリババ。わ、エリババ。待って、エリババ、エリババ。待って、やばい。エリババは、ちょっと聞いてない。ごめんなさい。いや、めっちゃ痛い、めっちゃ痛い、めっちゃ痛い。やばい、やばい。負けそう、負けそう、負けそう。エリババか。エリババ、ザップでしたね、しかも。いや、思ったより全然止まんなかったな。このダメージはね、予定外ですね。痛すぎる。まあでも、まあでもまあ言うて大丈夫だと思うんですけどね。その、タルザップでしょ今んとこ相手。これ、タルババか、うん。で、これロイフグ飛ばせば一本は折れると思うんですよね。一本折れると思うけど、なんかすごい邪魔なんだよな、君。で、防衛吐くと、エリババ防衛とか嫌だな。あ、トルネか。トルネタルザップなんですね。オッケーオッケー。まあでもトルネ使ったら僕ハンターで相手のこれゴレとかも全部溶かせると思うんですよ。よし。さあ来た。で、ザップ打たれるんで、どうせ。ここね。いい、あっち行っちゃい、あっち行っちゃい。くんなくんなくんな。よしよし。で、まあ、最悪守れなくてもいいのかな。いや、守るか。どうせなら守りますか。守れそうなんで。オッケーオッケー、守ってあげて。で、なんならあれ、クエイクと、いや、ロイフグセパでいいか。ロイフグセパと、まあ、なんかあとは、右側ね、雰囲気で攻めましょう。クエイク打っちゃうか。打って、あー、豚一発入った。オッケー、落ちた。危ねえ、さすがに。相手、タルザでしたよね。トルネ、タル、トルネザップじゃ届かんなー。オッケー、サクッとゲーム、危なエリババが、エリババとザップかな？ザップで僕のやりゴブ飛ばされたのも痛いし、なんかエリババも痛いし、みたいな。あ、で、一回ます。ああ、間に合わなかった。オッケー、元気だ。よろしく。いや、グロ対苦手な KK さんじゃないですか。KK ね、もうマルチとか大会だと最近すげえ無双してるんですけど、グローバル大会苦手なんすよって言っていつも苦しんでる。そう。なんかあるんですかね。さあ、ウォールブレイカーだな。もう結構積極的に攻めてきますが、今回ってボムがあるので、そうですね、ロイフグを飛ばすタイミングがなかなかむずいかな。で、これ、8枚ウォールブレイカーか、ヤリゴブリンとかだと思うんですけどね。よいしょ。一発入っちゃうか。まあ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 。これ、5コスロイフグ、説あるっす。まあ、コウモリ来るから、ヤリゴブ添えてもよかったかな。コウモリウッドで終わっちゃう？よしよし。まあ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 。いや、入ってる。いや、結構入ってる。いや、でかいっすね。この、前半のこのダメージ、あるかないか、世界変わりますからね。
で、今やりこぶ飛ばしたら、まあ、ナイトかやりこぶ来るだけだし、さあ、裏です。オッケー。さあ、KK さんですね。久しぶりに KK と戦うな。KK と戦うこともそうないですからね。まあ、僕はもう1300をクエイク削りで、あとはもう守るだけかな。イメージ的には。で、ボムだと思うな。端前ボム。でもクエイクで溶かして、なるほどね。あ、いやらしい攻めですね。いやらしい攻めだ。あ、エッチな攻めだ。ボムをやっぱロイフ用にね、使わないって感じですね。さすがケイケイさん。エッチすぎるぜ。攻め方が。ふい。あ、でもこれちょっとうざいですね。コウモリが回んのか。さあ。で、デリ落としちゃおうかな。迫撃で釣って、僕、ちょっとあれっすね。そうそう、クエイク削り始めます。ちょっと早いかな。なんか、このファイボーで削られていくのと、ボムで守られちゃうんで、これ一発入るでかい。僕はもうクエイクで、いや、入んないの。バカ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 。今の入ってくんないきゃ困るっすね、ちょっと。でもこれ、ちょっといいでしょ。ちょっといいんじゃない？さあ、これもう、打っちゃって。やりこぶ邪魔。いやー、これナイトが。あの、やりこぶとか来そう。デリー。あー、ディガーの竹取ってんすね。うまいですね。いや、入ってる。いや、でかい。バカでかい、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 バカでかい。いや、耐えろ。もう一発、でかすぎー。あと、あれはもうクエイク系ですね。迫撃で釣って、この辺にやりこぶかなんか出てくるか。僕もあと守ればいいんで。デリバリー温存か。温存して。オッケー、デリあれば守れる。ウッド、クエイクも、ウッドも一回ってかな。あ、2周目来るな、これ。コウモリとかと添えて。クエイク打って。デリ落として。デリ間に合え。オッケー。ウッドだけだと足りないな、あれ。次のデリなんで、ウッド打たずに。いや、ウッド打って、クエイク。よし。耐える。来た！来た！ゲイゲイさん！グッドゲーム！いや、序盤のな。あれだな、迫撃が。数発入ったのがね、ちょっと勝負分けましたね。いや、これ、あの、グローバル大会の仕様で、同じ勝利数の人たちとマッチングするんですよ。で、これ全然連続でマッチングするんですよ。本当に。だから、最悪 KK がまた来るっていう。地獄のグロ隊で KK とね、連続勝負っていうのがあるので、ちょっとね、気持ちデッキを変える感じで、間を開けたいと思います。いや、なんでもいいな。一回この、ムートスケでも弱そうだな。黒体。よし。ちょっとマジアチャイムでいきます。まあ、キキ以外が。おこゆさんだ。え、おこゆさん来た。まさか。なんかこう、一緒にご飯とかも行ったことある方なんですよ。クララワのね。こが使ってる人。どうする？対戦する？よろしく！来た！よろしく！いや、多分、こかつだと思うんですよね。あー、こかつですね。アウプリだったかな？アウプリな気もしないこともない。アウプリだって気がするな。よし。さあ、ちょっかいかけつつ、これ打っとくるかな。いやー、オッケー。まあ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 。ディガで削ってきます。いや、プリンスやばい。プリンスマジやだ。ほんとに。よし。まあまあまあ。まあまあまあ。で、まあ僕は、意外とトルネもウッドもあるんで、その相性はね、全然いい方ですね。いい方ですが、相手のプリンスだけかな。プリンスの事故さえ気をつければ、いけるんちゃいますかっていう。まあ、あとは、できるだけ前半にキング起動していきたいですね。キング起動してなきゃ、後半、なんかじわじわとね、追いつかれちゃいそう。で、これまあ、ウッドで、いや、楽しています。からの、まあ、ギャングとかあるもんな。どうせ拾われるけど、これはキング起動を狙っていきの、
さあ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 、やりこぶすらもね近畿道はでかいですね。僕はやりこぶすらもなんかどうだろうな、プリンス漬けに取っていきたい。吹き矢いんのかな、吹き矢かウッドか。吹き矢これナイト使っちゃおう。やりこぶな、なんかあんま使いたくないっすよね。プリンス用に使うんですけどね余裕で使っていくんですけどね。あー、これにウッドも使いたくないな。いやー、もっと削っときたい気もしないこともないけど、これウォールブレイカーまで行くのが一番きつい相手は。でプリン対応してなんか来そうだな。やばい、なんか待って、受けが悪い、受けが悪いかも。延命したいな、これ。プリン処理できるっすよ。オッケーオッケー、まあまあ取れなる。うわー、なんかもっともっといける気がしてたのに。ユニチョやばい、ヤンキー抜き、ヤンキー抜き、ヤンキー抜きさして、ヤンキー抜きさしてもらいの、これウッド使わせてもらいの。オッケーオッケー、まあ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 、あ、ちょっと待って、ギャングか、裏ギャングでウッドか。アウトのサイドがでかい。ガールが、ガールが頑張りすぎー。さあロケもある。ちょっとね、ほどほどに守りつつ、なんかカツラ、カツラかぶったんかな。あいつはまあ無視でいきましょうか。さあね、ナイト連盟、このプリンうめえな。マジやっちゃ処理用。あ、でもいやー、吹き矢が、吹き矢がやばい、悪さしてる。まあまあまあ、相手もここはロケ打てない。アウトロ咲いたんだね。で、またあのプリンちゃんだな。あのプリンちょっと速攻取れないで巻いちゃいてえな。よいしょ、あれカツラ、カツラちょっと邪魔だな。ここは行っちゃっていいんじゃない。まあ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 、このね、ディガーとマジアチャがさすがに暴れてますね。さあナイトで受けつつ、あと500か。まあ、これ、はじめまして、じゃ読まれそうだな。一回、ボムで、延命します。ウッド打ちます。受けがないので、受けがないので、ウッドで耐えます。よしよし。なんか、意外とね、ゴブリンバレル以外にウッドを裂くの嫌な感じもあるんですけど、まあ、別に打ってもいいよねっていう。よし、もうガンガン打っちゃう。ガンガン打って、ウォールブレイカーで釣ってみたいな。いや、これは止まんないんじゃない、ギャング。いやですよね。あー、さあちょっとだけね、ほんの少しだけ怖い。マジャチで射抜いて、ウッドはやめとこうか。一回 D が入ってる。ウッドルネ、ウッドルネ圏内じゃない。さては、やばい、落ちてない、落ちてない、バカ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 。さあこれはさすがにグッドゲームかな。あぶねー、もう一周のね、ロケサイクル来るとちょっと怖かったですけど、まあさすがに神相性ですね、というわけで、なかなかこう、今日は身内、知り合いのね、方とよく当たってしまうっていう事件。いやー、ロイなー。ロイちょっとね、はい、発展途中。もう少しですね、ちょっと欲しいので。ちょっとやめちゃおう。怖いですね。いやー、何か来る？なんかね、このグロタイ結構ラバルとかゴレも多いんで、大型がね、若干怖いですけど。まあ、ゴレならいいかな。さあ、怖い。いや、でも今はね、流れがいいですからね。今は流れがいい。このままちょっと行きたい。さあ、怖い。ワンチャン、レンチャンがあるんですよね。マジ、レンチャン機能、怖いっすよね。さあ、来た。まあまあまあ。よろしく。さすがに、身内じゃないですね、もう。まあ、ウォールブレイクはセパからのですよね。何が来る？エレキ。あー、これ、キンキド、アザス、アザス、アザス、ザウルス。オッケー。相手、プリンスか？あー、ジェイですね。まあ、ジャイ。裏か。あ、これちょっとザップ来るな。いや、来ないか。オッケーオッケー。まあ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 。ジャイプリは、あー、いや、結構、渋め。結構渋めなんですけど、このキングキドできてるのがまあちょっと世界変えてくれるかなっていう気
がしないこともないかな。一発入んねえか。なんかね、陸池とかプリプリがまあこのデッキきついんですね。プリプリきつくて、リガーもきつくて、マジアチに5打たれて、みたいな感じなんですけど、気合で頑張ります。ほんと気合ですね。なんか防衛リガーとかして、相手の、あれかな、リガーを拾う、リガーでとか、なんかそんな感じのことをしていけば、全然余裕かな。余裕ではねえけど。逆再攻めでもな、なんかエレキとかが落ちてきちゃうんですよね。今一旦。うん。ザップめっちゃ早い。さあ、ウォールブレイカーツリー、これですね。これをしていきます。これすれば、耐えれます。オッケーオッケー。しかも、なんなら、あー、ドスコイ2発欲しかったな。いや、これ延命して、あれですね、セメトルネゲーミングします。で、ナイトが竹取ったらディガーですね。で、ダックプリ横に来る。あ、これいらんかったか。いや、まあいいや。いや、打っとってよかったな。どうせこの後打つだろ、俺。バカ。どうせここで打つならさっき打っとけよ、バカっていう。で、これちょっとウォールブレイクで攻めちゃおう。攻めすぎだけど、ケッチジャイとかぶればいいなーなんて思いつつ。さあ、ジャイが来るかなー。ボムか悩むけど、置いちゃおう。置かない方が事故起きるんでね。あ、延命した。やばい。あー、痛い。痛すぎ。いや、これちょっとやばいですね。しゃしゃったかも。でしゃばり、ウッド。まあまあ。これなんか、神ザップ来るっすよね、こういうの。まあ、防衛ディガーとか使えばいいんすよね、別に困ったら。で、爆破で、さよなら。オーケー。あぶね。あぶね、あぶね、あぶね、怖すぎー。怖すぎたー。まあ、もうこれ、オールブレイカー飛ばしても、すべて構えられてるんで、飛ばし損まである。よしよしよし。で、ここで今、ザップをね、槍こぶにザップをパーン打ちたいけど、みたいなね。なんかナイトでいいんじゃね？あれちょっと痛いけどね。で、ちょっと攻めて、ガンガン攻めて、これやりごぶか？うん。ちょっとだけ怖いかな。で、高めプリンス系かな？多分。で、まあまあ、これファイボーこっちなら打たれていいので、いや、ディガーがちょっとやだな。ジャイディガー。あ、でもこれ、相手、相手の方が嫌か。あ、オッケー。オッケー。さあ、グッドゲーム。まあ、相手がジャイ出した瞬間だったんだね。ちょっとコストないでしょって感じの、まあ、ディガーをぶつ攻めて、ボムで簡単防衛と。いや、いいっすね。非常に25。さっき何使ってたか、ちょっと一回ローフグにしようかな。まあ、気分ですね。本当に。気分。25-2。いや、結構悪くないですね。なんかもう、ラファル使ってて、相手がね、対空、ベビーとホバリングとかしかない。神相性を引いたんですけど、なんか、親衛隊小樹パパみたいなので、なんかめっちゃ陸で攻められて、なんか、あれ相手、なんやこのデッキみたいな思ってる間に気づいたら負けちゃってました。おお待って、デッキ変えなきゃよかったな。ジャイプリ。あー、しかもなんか、グッドって言ってるから、あれワンチャン相手もデッキ変えたとかあんのかな。いや、怖っ。これちょっとやだな。何を咲くのもちょっと怖いですね。クエイクにしよう。まあまあまあ、言うてか。僕はそんな悪くなそうだな。あー、相手は連投ですね。ちょっとハンター置きつつの、ファイボとか。やり込みにこれザップ？ほい。まあ、これに飛んできたらバカ早いっすよね。エレキ。うん。まあ待っていいんじゃないっていう。デリもあるんでね、僕は。さあ、迫撃と、まあ、これデリだけだとちょっと怖いよね、ナイトも。そうやって。あれなんかナイトが。まあまあまあ。いやー、なんかこのナイトがさ、メガゴに。いや、守りすぎかなー。なんかもっといい防衛があった気がしないこともないけど、今言ってダクプリ咲いたので、ロイフグ飛ばします。ダクプリいると、ロイフグがね、餌になっちゃうんですよね。なので、まあ、ダックプリ咲いたら、ロイフグ飛ばすかな。で、まあ、セッパか固めか、その場の雰囲気で、今、ザップ使ったんで、やりこぶこれ最強かな。よし。で、最悪、ウッド打ったらいいかなぐらい。一応。
いらんかったかな。いや、いるな。今の多分、コツンが入ってる。コツンだけで500、600いかれますからね、あれ。さあ、で、攻め白はいらないのかな。どうなんだろう。相手が欠場したらぐらいかな。後ろ？なんでやねん。そう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 。外していく。攻め白しちゃいます。欠場でかぶれ。かぶんねえか。じゃあ、受け？うん。まあ、でも、相手これ普通に面倒いと思うんですよね。5ワンちゃん。ここでだって僕は溶かせるんで、なんならね、ありがたいって。これクエイク打てばエレキも飛ぶ。うん、し。さあ、クエイクで削る。何で削ろうかなって感じっすね。まあ、今相手5サイトな。いやー、このライブよくねえな。ケツハンターからでよかったかもしれないですね。カウンターがね、やばい。バカすげえの来そう。迫撃置く。でも言うてか。で、これ。あー、ディガーがうめえな、さっきからちょっと。ディガーがちょっとうめえんだ。あ、でも待って、なんか右バカ入ってんな。なんで？お、右？あれか？豚が、2体の豚がめっちゃ頑張ったのかな？なんか、結構左積極的に攻めてたからさ、そっちそんな削れるっていうぐらい。さ、いや、いい。いや、痛い！このエレキちゃん、エレキちゃんが痛い。さあ、でもそろそろクエイク削りですよね。もうめんどくさいんで。クエイクで削ってきまーす。あー、その欠場はちょっとやだな。間に合わねえか。まあ、これナイトに絶対対応来るから、一回防衛ですね。相手ザップ使ったな。やばい、ちょっとやばい。オッケーオッケー。いや、いい。いや、目が怖っ。危ない危ない。ちょっとやばい。やばい。あ、待って、やばい。やばい。痛い痛い痛い。いや、ディガー来る。いや、後ろか。さすがに素直に後ろか。やばい。いや、やばい。待って、負けた。待って、負けた、負けた。いや、勝ったと思った。あ、やばい、やばい、やばい。焦るな焦るな。俺が世界一焦ってるけど。攻め白。いや、 D が拾えばいいもんな。別にこれ結構入んねえのか。いや、ジャイ来るか。いや、バカバカ。なんでジャイ、ジャイ出すコストあるね。いや、めっちゃいい。 D がドゥッ、あー、やっちゃったー。やっちゃったー。やっちゃったな。なんで負けたんや。くそ、怒っとこう。いや、まあね、そんな感じ。ちょっと負けちゃったな。最後も勝てそうでしたね。はい。まあですが、こんな感じ、同じ人とね、連チャンするんでね、この動画終わった後にね、もう一回この人倒しに行きたいと思います。では、お疲れちゃんでした。よければチャンネル登録、高評価で、コメントもよろしくお願いします。では、またねー。